皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうです。 NBA 全30チーム紹介動画7チーム目はメンフィス・グリズリーズです。では行きましょう。グリズリーズの本拠地はフェデックスフォーラム、テネシー州メンフィスにあります。ウェスタンカンファレンスに所属しており、昨シーズンは西の2位。ヘッドコーチはテイラー・ジェンキンス。まだ38歳とヘッドコーチ陣の中では割と若い方で、2シーズン前にはコーチオブザイヤーのファイナリストに選出されています。昨シーズンのグリズリーズはポイントパーゲーム 116.9 リーグ9位、ペース 101.1 リーグ5位、オフェンスレーティング 115.1 リーグ15位、ディフェンスレーティング 111.2 リーグ2位、ネットレーティングはプラス 3.9 とリーグ4位となっています。エースであるジャモラントやデズモンド・ベインの火力に目が行きがちではありますが、彼らの真骨頂はオフェンスではなくディフェンス。ほぼ全ての選手がそうだと言っていいくらいフィジカルが強く、相手に押し負けたりしないチームであり、そこに DPOY である JJJ が重なり合うとまさに鉄壁。さらに今シーズンはそこに対人ディフェンス能力がとても素晴らしく、2シーズン前に DPOY を獲得したマーカス・スマートが加入。これによりさらにディフェンスがカチカチになったと思います。ですのでディフェンスを見るのが好きだという人はこのチームをおすすめします。余談ですが、ロスターの平均年齢がリーグの中でも下から数えた方が早いぐらい若いので、かなりイケイケなノリでプレーをしています。そのため相手選手に対して礼節を欠いたプレーをしてしまったりすることがあるため、やや一部のファンからは嫌われたりする選手もいたりいなかったり。ただ振る舞いがどうであろうと彼らの実力は本物で、それが2年連続西の2位になっていることからも証明されています。まさに今後が楽しみなチームであり、近い将来リングを取る可能性もあるのかなと思います。ではロスター紹介に行きましょう。まずはガードから。1人目はジャモラント、187センチのポイントガード、このチームのエースです。常人離れした身体能力やフィジカルを持った選手たちが非常に多い NBA の中でも突出した身体能力の持ち主。特に素晴らしいのが跳躍力とアジリティ。特に跳躍力に関しては大変素晴らしいものがあり、ブロックに飛んだ際自分の頭をバックボードにぶつけたり、相手センターを飛び越えるレベルでのダンクをかますなど、とても人間離れしていると思います。そのような活躍から彼はデリック・ローズの再来とも言われています。その一方でオフコートでの素行にやや問題があり、昨シーズンは2度インスタライブで拳銃を見せてしまったということもあり、まあ疑惑もあったんですが、そういうことがあり25試合の出場停止がすでに決まっています。彼のプレーは見ている人をワクワクさせることができるので、しっかりと自分を見つめ直して早く NBA に戻ってきてほしいものです。2人目はデズモンド・ベイン、195センチのシューティングガード。大学に長く在籍していたということ、ウィングスパンがそこまで長くないといったことなどによりドラフト時の評価が低かった選手です。しかしながらプロ2年目である2021-22シーズンから大成長を遂げ、今ではジャモラントに並ぶ第2のエースとしてこのチームを引っ張っていっています。キャリアで3ポイントの確率が 40% を下回ったことは一度もなく、キャリア平均は 42.5% で決めている選手です。3人目はマーカス・スマート、193センチのディフェンダー。2シーズン前に DPOY を獲得しています。 DPOY とはディフェンシブプレイヤーオブザイヤーのことで、その年最もディフェンスが優れていた選手に贈られる名誉のあるものだと思ってください。また3度のオールディフェンシブチームにも選ばれていることからも分かるように、ディフェンスが大変素晴らしく、特に対人ディフェンスはこのリーグでもトップクラスだと言っていいと思います。他のガードはこんな感じ。ルーク・ケナードはキャリア通算 43.7% で3ポイントを決めているエリートシューターであり、去年は試合数が規定に達していませんでしたが、なんと 49.4% で3ポイントを決めています。コンチャーは3ポイントの試投数こそ少ないものの、キャリア通算では 37.4% で決めている選手です。デリック・ローズは史上最年少の MVP を獲得したということで有名であり、全盛期は大変素晴らしい選手でした。度重なる怪我等により、今ではなかなか出場機会が少なくなっていますが、彼がもっと活躍してみんなを笑顔にしてくれてるところを私は見たいなと思います。ジョシュ・クリストファーは昨シーズンまでヒューストンロケッツにいた、まだ NBA 経験が次で3年目になる選手ですので、今後が楽しみです。続いてフォワード、1人目はジャレン・ジャクソン・ジュニア、208センチのパワーフォワード兼センター。昨シーズンの DPOY 受賞者です。もともと良いディフェンダーではあったのですが、ファールが非常に多くよく退場していたということもあり、勝負どころでいないというようなこともありました。そのためなかなか今後どうなっていくのかなっていう感じの選手ではあったのですが、昨シーズン急成長し、そこが改善されました。かなりファールが減り、その分ブロックも増えたということもあり、昨シーズンのブロック王も受賞しており、オールディフェンシブチームにももちろん選ばれています。現在は東京オリンピックでアメリカ代表の一員として活動しています。2人目はブランドン・クラーク、203センチのパワーフォワード。ゴンザガ大学出身で
八村塁と親交があります。主に JJJ やこの後出てくるスティーブン・アダムズに代わってベンチから出場する選手ではありますが、リバウンドが得意だということ、そしてキャリア通算 60.4% でフィールドゴールを決めているということからも明らかなように、効率よく得点する能力に長けた選手です。現在はアキレス腱の怪我で試合に出ることができませんが、早く彼が良くなって戻ってくることを願っています。3人目はザイア・ウィリアムズ、205センチのスモールフォワード、21歳とまだ若く、昨シーズンは怪我等により出場機会に恵まれませんでしたが、今後が楽しみな選手です。他のフォワードはこんな感じで、アルダマについてはルーキーだった2021-22シーズンから大きく飛躍を遂げています。ほぼ全てのスタッツでその成長が見て取れ、特にスリーポイントに関しては1年目が 12.5% だったのに対して2年目は 35.3% と、213センチの身長から放たれるこのスリーポイントがこのチームの武器になる日もそう遠くはないのでしょう。デイビッド・ロディ、ジェイク・ラレイビア、ケニス・ロフトン・ジュニアは昨シーズンからグリズリーズにいる選手です。この中でも私が特に注目しているのはケニス・ロフトン・ジュニア。センターやパワーフォワードをやる上で198センチという身長はディスアドバンテージになるのかなと思われますが、彼の体重は124キロ、その巨大な体育を生かし相手をゴリゴリ押していくパワープレーを見たりするのも大変面白いですが、彼の真骨頂はそれに似合わない柔らかいプレーの多さだと思います。ステップワーク、華麗なパス、そしてロングスリー、まあ普通にスリーポイントも打てるんですが、そういったプレーの数々が大変見ていて面白いなと思います。アイザイア・トッドは昨シーズンまでワシントン・ウィザーズにおり、そこからフェニックス・サンズを経由しグリズリーズにトレードでやってきた選手になります。昨シーズンまでは G リーグと NBA を行ったり来たりしていた選手ですので、今シーズンは NBA で試合がたくさん出れるといいなと思います。最後にセンター、1人目はスティーブン・アダムズ、210センチ、30歳のベテランです。スクリーンアシストとオフェンスリバウンドが大変上手い選手で、このチームの用心棒を買って出るようなそんな選手です。彼がいるのといないのとではグリズリーズのオフェンスはかなり変わってしまいます。そのため彼が昨シーズン負傷離脱してしまった際に、なかなか苦労しているなぁといった印象を受けました。このチームのメンターとして、そして核として、本当になくてはならない存在だと私は思います。フリースローがちょっと入らないっていうところは、まあ多めに見ていいのかなと思います。二人目はゼイビア・ティルマンシニア、200センチのパワーフォワード兼センター。昨シーズン、スティーブン・アダムズが負傷離脱してしまったため、急遽スタートを務めることになりました。まだ NBA 経験は4年目になろうとしているところなので、アダムズからいろいろ学び、このチームの柱として頑張っていってほしいなと思います。それではおすすめ選手に行きましょう。まずはこのチームのエース、ジャ・モラント。ジャを推す理由としてはやはりその圧倒的な身体能力とスター性なのかなと私は思います。行うプレー一つ一つにやはり花があり、見ているものをワクワクさせることができるということ、豪快なダンクをいろいろやってくれたり、到底届かないような距離からブロックをしそれを止めるところなど、本当に見ていてすごいなと思います。バスケットボールは身長が高い方が有利、身長こそ正義といった風潮がある中で、そういった巨漢がひしめくペイントエリア内を190センチもないジャモラントが暴れ回り荒らしまくる様は見ていて大変爽快です。特に相手の205センチオーバー、まあセンターだと思うんですけども、そういったセンターの上から叩き込むダンクは大変見ていてスカッとします。自らのプレーをクリエイトするジャを見るのも大変楽しいですが、やはり彼はポイントガード、ゲームメイクをし味方を生かすというプレーも見ていて大変面白いのではないかなと思います。言動行動等で評価を落とし、もちろんそれらは許されるものではありません。しかしながらやはり彼のプレーは見ていて大変面白いものではありますので、彼が本当に早く NBA に戻ってこれるよう自分を見つめ直して今後頑張っていってほしいなと思います。
2人目はもう一人のエースことデズモンド・ベイン。ベインの凄さはやはりスリーポイントの正確性でしょう。キャリアで 40% を超えるシューターといえばなかなかいるものではありません。自らクリエイトするショットもそうですし、キャッチ&シュート、いろいろあるかなと思いますが、本当にすごい選手だなと思います。ここ2シーズンしか見ていませんが、自らのシュートをクリエイトする能力が非常に高くなったなと私は思います。ステップサイド、ステップバック、タフな状況でも決め切る力などなど、本当にエリートシューターとしての道を歩んでいるような気がします。ここまで聞くと単なるシューターとして終わってしまいそうではありますが、そんなことでチームのエースは晴れません。彼はフィジカルを生かしたドライブも大変強いです。体がごつい、フィジカルが強いということもあり、中に入ってきた際、相手のフォワードやセンターにぶつかったとしても当たり負けをしない。その状況で彼で決め切る力もここ数年で大変身についているのかなと思います。特に 40% 超えの選手、シューターですから、外を警戒するっていうのは当たり前で、そこからのカウンタードライブ等で中に入っていった時に、やはりそこで決め切る力がないと、シューターは結構厳しいのかなと思います。ただベインはその能力もやはり優れており、そこからの得点能力も高いため、彼はこのチームのもう一人のエースと言われているのかなと私は思っています。最後はこのチームの守護神、ジャレン・ジャクソン・ジュニア。JJJ の凄さといえば、やはりその優秀なリムプロテクト能力と誰にでもつけるディフェンス能力でしょう。スリーポイントラインに引っ張り出されたとしても、ほとんどの選手につくことができ、また、ペイントエリア内では無類の強さを発揮します。今までは難しい状況下でブロックに飛んでしまったり、リバウンドに飛び込んでしまうということが結構あった JJJ ですが、昨シーズンはそのあたりを改善。ファールが減ったということもあり、コートに最後まで立てるということは、グリズリーズにとって守備面でかなり大きな存在だと言えるでしょう。 JJJ の凄さはディフェンス面だけではありません。オフェンスも年々進化していっています。持ち前のフィジカル、身体能力を存分に活かしたダンクだけでなく、最近ではペリメーターの外で自らのシュートをクリエイトしてみたり、ドライブアタック、ポストプレー、スリーポイントなどやれることがどんどん増えていってる JJJ。 本当に彼はすごいなと私は思います。一方で、未だにオフェンスの時に無理に行こうとしてチャージングを取られてみたり、イリーガルスクリーンを取られたりしてしまうこともあります。やはりその辺は今後の改善も必要なのかなと思いますが、まあ、伸びしろがあるということはいいことなのかなと思います。個人的な話になってしまいますが、そのようなプレーをしてしまった時にやってしまったという顔をする JJJ がとても可愛いなと思ってしまいます。以上を踏まえた上で私のスタート予想やっていきましょう。こんな感じにしました。
とは言っても大して面白みのないスタートになっているかなと思います。スマート以外は昨シーズンのスタートで固定していますし、スマートも実質昨シーズンまでいたディロン・ブルックスのようなものだと思っているからです。まあブルックスよりは外のシュートも入ると思ってますし、オフェンス面では大変強くなっているのかなとは思いますが、ですので昨シーズンとスタートのコンセプトは特に変えていません、というか変えなくていいのかなと思っています。それでレギュラーシーズンは十分勝てていましたので。問題なのはジャモラントが25試合出場停止中、誰を出すのかというところ。おそらくマーカス・スマートがポイントガードになり、デズモンド・ベインをシューティングガード。そうすればスモールフォワードの枠が空くので、そこをザイアー・ウィリアムズにするのか、それとも、まあ、パワーフォワードですけどアルダマにするのかなどなど、まあ、あとは相変わらず3ガードをしたいのであればルーク・ケナードを置くのかといったようなことが考えられるかなと思います。まあそこは予想しても難しいのかなと思うんですが、個人的にはザイアー・ウィリアムズを押すかなと思っています。どうだったでしょうか。全30チーム紹介動画7チーム目メンフィス・グリズリーズ編、これにて終了です。今回は、自分の YouTube ライブの方で、まあ、普段からスペースの方で来てくれてる方だったんですけど、その方が、グリズリーズのファンだっていうか、まあ、グリズリーズのある選手を紹介してくれっていうことだったので、今回、先にやらせていただきました。この次のやつもですね、その時に言ったやつかな？ライブじゃないな。ライブじゃなくて、スペースの方か。スペースの方で、このチームのこの選手すごい紹介してくれって言われたんですよね。まあ1時間やってくれって言われたんですけど、さすがに1時間は紹介できないので、動画の尺的に。それは無理なんですけども、まあ、いろいろ紹介させてもらおうかなと思ってます。はい。グリズリーズということで、ウォリアーズとね、結構因縁があるということで、まあ、プレイオフ、2シーズン前のプレイオフとか、あとは去年というか昨シーズンのレギュラーシーズン等、クリスマスゲーム等ですね。いろいろ見てます。大変若いチームということもある。ですけども、でも強いじゃないですか。別に再建してるチームでもないのに、こんだけ強い。若手が多い。まあ今回からジャモラントの新しい契約が始まるということもあり、ちょっとタックスというか、金額的なところはいろいろ来てるかもしれないですけども、それでも未来は明るいですよね。指名権もあるし。なので、本当にどうなるかはわかんないですけども、まあ本当にいろいろと、なんていうんですかね、ここから熟練、熟達。あと精神的に大人になっていくとか、なんかいろんなことがあれば、本当にすごい圧倒的なチームになれる可能性は十分秘めてるなって思っているので、はい、早くジャモラント戻ってこいって感じですね。はい。ということで、このチームに関しては以上となってます。ちょっと動画の投稿頻度が落ちるかもしれないです。ここ数日は落ちないんですけども、しばらく経ったら落ちるかもしれないですけども、なんとか、ね、プレシーズン前に、もしかしたらプレシーズン無理だったらレギュラーシーズン始まる前までには頑張ってあげたいなと思っておりますので、ご視聴よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価、私のモチベーションアップのためにもよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。